桐生さん、息子の失態、あんたに助けていただくとはお詫びのしようもありまへん。東条も近江も関係ありません。お気になさらず。しっかりしろ。桐生さん、やっぱあの男ただもんじゃねえ。勝負はまだついとらんやろが。大吾、お前は郷田会長を連れて東条会へ行け。そいつとの蹴りは俺が。今郷田会長が東条会と杯を交わす方が先決だ。それにお前はここで死なすわけにはいかない。けどこのままじゃ。ここは俺の言う通りにしろ。わかった。やっと二人きりになれたの。会長は東条会が預かる。この杯絶対に邪魔はさせねえ。まあいい。あんたを倒して奪い返しゃいいだけの話。やってみるか。ああ、本物の竜はどっちか決着つけやがないか。ここがあんたの墓場や。勝負は終わっとらんわ。俺は対等じゃねえ勝負は嫌いなんだ。何やと。
お前はダイゴとやり合った。あいつは強い。まともな状態じゃねえはずだ。どっちかが死ぬまで勝負は終わらへんわ。クソゲ、覚えとけ。勝負はまだ終わっとらんで。本部内の全員連行や。はい、はい、桐生一馬さんですね。そうだ。府警四課の佐山薫です。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。